ッドバグに託すリスクはあるが、奴はカモだと直感した。手にしているものは少ないが失うものは多い。簡単におじけづく。野心はあるが怠惰。まずは奴の自宅だ。携帯に侵入して全ての会話を録音しよう。
ゲストに連れてってくれるはずだろ。なんだい、そんなに大事な用事なのかい。仕事だよ、おばあちゃん。仕事に着いたんだってね。どうして言わなかったの。そうじゃなくて。ああ、わかったよ。そりゃタイローンじゃなくてベッドバグの仕事だね。ばあちゃん頼むよ。ベッドバグなんてダメダメだよ。そんなことない。俺はやり手さ。なんだって。ベッドバグはどんな女でも落とせるぜ。最悪だね。もう少しまともに育てたはずだよ。ああすぐ行く。ばあちゃん、もう行くよ。愛してる。愛してるよ、バカな坊や。何かあるはずだ。どんな悪が出ることやら。始めるか。なぜイラクはこんな。村を支配するには友達のふりをして近づく。外のイカれた奴らがお前たちを狙っているという。そうやって警戒心を持たせる。行動パターンを観察して必要なものは与える。そのうち都合の悪い奴は自然と僕が立ち向かう。俺のことを推薦してくれるか。何、俺がか。出世したいんだよ。なあ、どこへでも運転してやってるだろ。時間も守るし、がっかりさせたことは一度もないはずだ。ああ確かにな。だからそこにいてほしいんだよ。だが聞け、マジな話、上を目指すなら本当は何も言うべきじゃないが、イラクは…はぁ、はぁ、警戒心を持たせる。行動パターンを観察して必要なものは与える。そのうち都合の悪い奴は自然と村八分だ。俺のことを推薦してくれるか。何、俺がか。出世したいんだよ。なあ、どこへでも運転してやってるだろ。時間も守るし、がっかりさせたことは一度もないはずだ。ああ確かにな。だからそこにいてほしいんだよ。だが聞け、マジな話、上を目指すなら本当は何も言うべきじゃないが、イラクはパーカースクエアに力を入れてる。言っといてやるよ、一枚噛めるかもな。おい、恋がでけえぞ。なんだよ、トラブルでもあるってのか。どこもイラクが封鎖してるみたいだ。俺たちは小森か。いや、兵士さ。フライたちを覚えてるか。奴らは規則を破った。そしてイラクが手を下した。俺は死体を埋める手伝いをしたんだ。おい、声がでかいって。報復があるんじゃないかってピリピリしてんだ。俺は遠慮はしない。なんだ、お前もビビってるのか。あんたと一緒の時だけだ。これだ。こういう弱みを探してた。イラクの耳に入れば奴はどこかに埋められるだろう。気に入らねえ。一帯を封鎖して
警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利があるぞ。おい、バカかてめえは。お前には黙ってる権利もあるぞ。大概にしとけよ。大和三十郎。まだガキだったってのに母親の前で撃たれた。ガード。ああ B。 暗証番号も。ああ中だ。イラクの取り分は。イラクは心配しなくていい。一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利がある。そう、バカか。お前には黙る権利がある。一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利があるぞ。おい、バカかてめえは。お前には黙ってる権利もあるぞ。大概にしとけよ。大和尊重しろ。まだガキだったってのに母親の前で撃たれた。ガード。ああ B。 暗証番号も。ああ中だ。イラクの取り分は。イラクは心配しなくていい。
ダビッド、どうした？いい情報があるんだ。マジで。なんだ？行ってみ。一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せない。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利がある。おいバカかてめえは。お前には黙ってる権利もあるぞ。大概にしとけよ。法は尊重しろ。ほう、うガキだったってのに母親の前で撃たれた。カード、ああ、 B、 暗証番号も、ああ、中だ。イラクの取り分は？イラクは心配しなくていい。一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利があるぞ。おいバカかてめえは。お前には黙ってる権利もあるぞ。大概にしとけよ。法は尊重しろ。ほう、まだガキだったってのに母親の前で撃たれた。ガード、ああ、 B、 暗証番号も、ああ、中だ。イラクの取り分は？イラクは心配しなくていい。一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利があるぞ。おいバカかてめえは。お前には黙ってる権利もあるぞ。大概にしとけよ。法は尊重しろ。ほう、うん、うん、うん。
だガキだったってのに母親の前で撃たれた。ガード、アービー。暗証番号も？一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利があるぞ。おい、バカかてめえは。お前には黙ってる権利もあるぞ。大概にしとけよ。法は尊重しろ。こう。ガキだったってのに母親の前で撃たれた。ガード、ああ、 B 暗証番号も。ああ、中だ。イラクの取り分は？イラクは心配しなくていい。おい見ろ、ビッグ B だぜ。どうした、元気か？話しても構わないか。ああ、分かった。足で。構わないかかよ。ふざけやがって。見回りか。ああ。例の件だ。どうも、勘疲れだか。いや、クラブもイラクを疑い始めてるようだ。よし、もうすぐ俺の時代だ。そうなれば、面倒を見てやる。ラビット、どうした？いい情報があるんだ、マジで。なんだ？言ってみろ。ここじゃダメだ。会って話そう。今金は持ってるか？いつもない。なぜだ？こいつは金がかかる。だがその価値はあるぜ。どうだかな。見りゃわかる。お前らアホどもは今見張ってるはずだろうが。サボってるってイラクに言いつけてやってもいいんだろ。誰も通っちゃいねえ。全員で見張ってる。厳重だ。だといいが。だといいが。よし、話せ。いいか、この情報は500ドルだ。そんなバカ高い情報ってなんだよ。迷ってる暇はねえ。すぐ払わないなら話はなしだ。脅しのつもりか？俺を舐めるな。イラクの耳に入らないとでも思ってるのか？おいおい、イラク？ああ、イラクがその問題なんだよ。なあ、分かったよ。知ってることを話せ。真面目に言えよ。単純なことだ。ブリックスに呼び出して、そこでお前を殺すつもりだ。でたらめ言うんじゃねえ。
おいおいおい、何の真似だ。喋ったりしねえよ。タレコミ屋じゃねえだろ。どうだって。ガビットはイラクが盗んでる。あいつを見つけたら撃て。頼んだぞ。お前の命の恩人だ。協力するならさらに助けてやる。ブリックスとは何だ。ここから逃がしてくれたら教えてやるよ。いいだろう、よく見てろ。シャレになってねえぞ。ザコたちはイラクにとって何の意味も持たないが、ギャング内に弱者の居場所はない。こういうことは何度も見てきた。役目を果たさなければ立場が危うくなる。だがベッドバグがそれを切り抜け実力を示したなら、イラクは面目を保てるだけでなく、このガキを受け入れ自慢するだろう。ブツブツ言ってやがった。お前は全部間違って、奴はカモで仕組まれたんだってな。わーわーうるさくてたまらん。奴の膝に何発かぶち込んでいいか。いや、ダメだ。つまらん奴だ。もうお前の頼みは聞かねえぞ。実は頼みがあるんだろ。奇襲を計画してる。爆薬を用意してもらいたい。できるか。俺にできないことなんてない。問題はやる気があるかだ。待てよ、こいつはいい。
可愛い坊やたちを連れてくよ。後でな。